紫色アム新潟とユノせーのセーブポイントです。よろしくお願いします。今日はアムに50の質問ということでさせていただきます。担当はピンクルさんとユノです。ユノに MC で質問していただいて動画を回していきたいと思います。よろしくお願いします。セーブポイント、名前はアムです。誕生日は9月2日です。よく言われる性格は自由。担当カラーは紫。好きな色は水色、紫、白、グレー。家族構成は母、以上。好きな食べ物はハンバーガーかグミ、あとピザが好きで。嫌いな食べ物はわかめ、パクチー。好きなタイプは素直で正直な人が好き。苦手なタイプは周りが見えない人と押し付けてくる人。ファンの人に言われて嬉しかったことはダンスが上手になったねと歌が上手になったねかな。じゃあ逆にファンの人に言われて悲しかったことは次いつ会えるかわからない。学生の時のあだ名は P で初恋は何歳？小1かな。小1か2。今までお付き合いした人数は初体験は生まれた時かな。はい。お風呂場で最初に洗う場所は頭。好きな季節は秋と春。好きなブランドはカルトっていうブランドかバルムングとか魔王の助さんとかは好き。服いつもどこで買う？原宿かネットか下北。どこに住んでる？マイブームはお風呂で映画を見たり、あとは散歩かな。暖かくなってきたから夜中散歩する。好きなアニメはとある魔術のインデックスか、デスノート。好きなゲームは？はバイオハザード4をやってる。過去一番ハマってたゲームはなんかガンダムの戦うやつかモンハン。今何問目でしょう？21。あ、惜しい。26問目です。惜しい。今まで一番高い買い物はあんま覚えてない。貯金額は学生時代の部活は中学校で野球と格闘技ちょこちょこやったのと弓道。好きな数字は0か8。ファンとの恋愛はあり？アイドル辞めたら全然ありだと思います。じゃあ事務所内恋愛はなし。セブポに入って一番思い出に残っているのはファーストワンマンの時か YouTube 1万人企画の生放送かなって感じ。なんか全部こう苦労して手に入れたものな気がするから結構印象深いかもって。じゃあ今後のセブポでの夢は行けるところまでは続けたいなと思います。月収は今は最高月収は最高あったかな。黒歴史ありますか？黒歴史は自分が中学生小学校でいじめられてて中学生で格闘技やってた時の幼馴染が来ていじめてたやつらをこう倒してくれたんだけど、なんかそっからちょっと生きっちゃってなんか宗教みたいにしてた。告白された回数は告白された回数は覚えてないけど10あるかないかぐらい。フェチはありますか？フェチ、まあ匂いか前髪前髪の形見ちゃう。それぞれのメンバーへの第一印象は？えっちゃんは思ったより大人だなと思って、かなめは猫かぶってるなって思って。いい意味でね、別に最初がさ、こう素っ気ないというかさ、上辺って感じ。絶対猫かぶってるだろうって思って、で冬美は冬美も猫かぶってるなって思ったけど、うん、そうだね。で
ユノは、ユノは怖い人かなって思った。怖かった。うん、今の方が怖いかも。楽しかったね。はい、じゃあ次、エツヤへ物申す。エッちゃんに物申したいことは、なんだろう、エッちゃんのダンスを超えたいなって思います。頑張らないと。じゃあ、要や物申す。要の好奇心旺盛なところが羨ましいから、自分も好奇心旺盛になりたいです。ちょっと言ってる意味わかんないな。要、まあ、に物申すとしたら、外で踊るのをちょっと周りを見てほしい。周りを見てほしい。ユノ様に申したいことはありますか？ユノ様に申したいことは、テンションの上げ下げが激しいから疲れる。ガチで？いや、まあでもなんだろう、ユノに物申すことあんまないな。じゃあなしで。なし。なんかユノはよくいい意味であんまり物申したいことないかも。じゃあ冬美へ物申したいか。冬美は、あの、どこでもかんでも歌わないでください。本当に、あの、特にアムパート間違えた歌詞で歌うのだけはちょっと。コラボしてみたい歌い手や踊り手は、はい、歌い手さんは宮下優さんっていう歌い手さんがいるんですけど、その人とコラボできたら嬉しいなって思うのと、踊り手さんだと、ブッキーさんと可愛い系をやってみたいですね。コラボしてみたい YouTuber は、ジュキヤくん。あとはマータスさんとまたやりたい。じゃあ今欲しいものは、余裕。今まで撮った動画の中で一番お気に入りは、踊ってみただったらソロのメビウスかノロ。旅行に行くならどこですか？福岡。好きなキャラクターは？エンスラのリムルとポチャッコとスパイダーマンのフィギュアは集めてるから、その3つかな。最後にみんなへ一言。はい、なんかこんな感じの人間です。意外と結構人間してるんで怖くないですアムは。ぜひ一度遊びにいらしてください。はい、はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。